泉砂川駅は大阪府千南市新立牧野にある西日本旅客鉄道阪和線の駅である。駅番号は JRR48。千南市の代表駅で快速列車は全列車が停車し、特急列車も一部列車が停車する。昭和21年の泉砂川駅、港内島式ホームに目に線を持つ対比設備を備えた地上駅になっている。西口。 東口双方に古くこじんまりした駅舎があり、ホームへはひねの寄りの古戦橋で結ばれている。東口の駅舎は半和電気鉄道に特徴的な三角屋根を持っており、その多くが姿を消した中では貴重な現存例である。バリアフリー対応として各ホームにエレベーターと駅舎内に多目的トイレが設置されている。駅長が配置された直営駅で管理駅として、 半和線の長崎駅、新京駅、泉鳥取駅、山中京駅、紀駅、六十国駅の6駅を管轄している。IC カード、移行下を利用することができる。天皇寺方面への中距離通勤、通学利用が多く、当駅に停車する特急、黒潮で天皇寺方面へ向かう利用者もいる。また隣接している和歌山県岩出市からの利用者も多い。 大阪府東京年館によると、近年の1日平均乗車人員は、以下の通りである。関西の大手施鉄各社は、戦前から、宝塚ファミリーランド、阪神パーク、平方パークなど、沿線開発にと上がって、遊園施設を開業したが、阪和電鉄も遊園地を経営していたことがある。この駅周辺にあった砂川遊園がそれで、現在の本道線南支部のあるあたりから、 砂川公園団地、砂川大団地一帯に広がる大遊園地であった。大火団のほか砂川テント村と呼ばれるキャンプ場や貸しボートなどがあったが、砂川遊園最大の目玉だったのが砂川気象である。これは、鉱石器に海の底の砂や粘土が積み重なったものが隆起し、丘陵となったもので園内に高くそびえ立っていた。 この丘陵は雨水によって削られ変形していき、砂が流れる川のように見えたことから、砂川の名が付けられ、そのまま駅名にもなった。現在も砂川気象の一部が団地内の公園に保存されている。また、かつて阪和電鉄が発行した道地の案内パンフレットにミッキーマウスが使われたこともあった。ありがとうございます。